こんにちは。あれから時は過ぎ3年目10月27日になりました。ずっとあの塔を通ってまして、レベルが今マルドーネ34、シア30まで上がった、キリも38まで上がりました。ハマっちゃって、ちょっともうめっちゃ強くなった気がするんですよ。はい、でだなんかだいぶ強い気がするので、エアホルクの塔上までちょっと登ってみようかなと思います。でその前に倒してたので、この常若のリンゴで5個まで集まりました。はい、だいぶ集まりましたよ。はい、なのでまだ作ってないやつ、不老長寿の薬がまだ作ってなかったと思うので、これを作ってみようと思います。千年亀の甲羅1、ほうれん草 S1、 常若のリンゴ2というわけで、何個、あ、そっか、亀が1個しかないからか。これで乳鉢9日かかります。 MP12 結構かかるな。成功率100だ。じゃあ作りましょう。うわ、時間かかる。できた。おお、すごい。不老長寿の薬、すごいの作れたよ。これで今んとこあと作ってないのが知識の目薬と液化溶剤のいる虹色の清水ってやつだけですね。あと生きてるほうきか。そんだけになりました。飲むとすぐに不老不死になるんじゃなくて、毎日服用すると長生きできるってだけの話。あ、そういうことなんだ。って感じ。使うもできる。HP 最大値が4上昇。あ、そういうことか。はーって感じだな。よし、じゃあ作ったので、ちょっと妖精の調整をして向かおうと思います。よし、じゃあ向かいましょう。最近はね、ずっとお出かけしてるからか、全然イベントというか、なんかそれがないんですよね。それじゃよろ。まあ不在だからかもしれないんですけど。ただの。よしよし。もう悪いな。ないもんな。特に3年目だからかな。なんかもうないというか。3年目だからないとか。うん、よし。どうなんだろうって感じだけど、久々に武器屋も来るけど特に変わりなしですね。アカデミーも久々に来るけど変わりなさそうだな。クライスがいるぐらい。よし、じゃあ向かってみよう。エアホルクの塔、時の石板装備させたし、行こう。あ、なんともない。どうしよう。何回だろう。1、2、プニプニ、なんかリンゴ落とすやつ。なんだっけ。あ、羽生えてるカマキリみたいなやつ。で、上がなんかドロドロしてる黒いやつ。で、最後かな、次上上がれば。どうなんだろうな。謎だ。じゃあ、こっちガンガン。最近なんか、ニューズの採取量がすごい少なくて、なかなかメガクラフトが作れないんですが。ガンガン倒していきましょう。リンゴあれだけ周回して5個かって感じしますけどね。だいぶ来てたんだけどな。まあ十分か、そんなにいらないか。キリはちょっと育てたいなと思ってるんですけど。レベルアップしたよ。この辺からちょっと強くなってくるから、マリーちゃんに頑張ってもらう。よし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 、強すぎるだろ。レベルアップしたよ。魔法攻撃やばいもんな。で、これはマジで強いから、
キミさんのメガクラフトに任せます。めちゃめちゃ強いめちゃめちゃ強いというね。よし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 、もう惜しみなく使ってってます。アイテムはレベルアップしたよ。そうか、最後に倒すといっぱい経験値か。よし、この上から行ったことないんで行ってみよう。あー、なにこれ。とうとうこの日が来た。お前と決着をつける日が。待って待って、全然ストーリーわかんないよ、キリさん。なんかあれなの、なんかあれの相手なんですかこれ。全然ストーリーわかんない。あ、逃しちゃったかな。なにあれ、うわー、これ絶対やばいやつだよね。これ使っていいかな。いや、惜しみなく使いましょう。うん、使おう使おう。なんかキリが赤くなってんだけど、なんだろう。マリーはじゃあ必殺アイテム投げてもいいかもしれない。48だ、すごっ。何が攻撃でいいかな。はい、やあ、効く効く、150、めちゃめちゃ効くじゃん。じゃあシアちゃんはメガフラム投げよう。強っキリ攻撃でいけそうだな。強っ、キリやばいな。メガフラム、次の石板また作っておかなきゃ。マリーも必殺でいっか。あ、でもあんま効かなかったんだっけ。メガフラム投げるか、じゃあ。あ、200、よし、いいねいいねいいね、みんな強いよ。倒した、時の石板様様。なんかキリーのあれだったのかな、全然わかんない。落としたよ、レベルアップしたよ。よしよしよし、え、終わり、これで何のあれもない、倒したんで終わり、レベルアップしたよ。何だったんだろう、なんか終わったけど一応倒した。でもとりあえずエアホルクの塔を攻略したぞ、全部。なんだか分かんなかったけど、全然置いてけぼりだったけどな。じゃあ残すはあれじゃない、ドラゴンだけだよね。このままキリーを鍛えて行ってもいいかなと思いますけど、ちょっと雇ってない人いるから、とりあえずあれか、キリー外してちょっと使ってみようかな。有効度みたいな、もう100だしね、上げなきゃいけないかなと思うんで、ちょっと違う人雇ってみよう。うん、そうしよう。でまたちょっと経験値稼ぎじゃないけどやっていって進めてみようと思います。はい。なんだ貴様って、なんだ、金のためだ、仕方ない。よっしゃ、シュアルベ来たよ。キリオザ外しましょう。ちょっとシュアはちょっと鍛えてみたい。別れてもいい？キリ、ありがとう。またちょっと雇うかもしれない。そうか、はい。よっしゃ、シュアルベ来たよ。じゃあ使ってみよう。高いな、シュアルベ198だってさーて、いろいろ高くないか、なぜそんな高いんだろう。ほんと、どんな感じだ、シュアルベレベル10だと高いよ、だいぶ。それにしては元盗賊団の親分、私に負けて冒険者になっちゃった。有効度低いしな、弱いな。あれ、どうしようかな、あれ装備できるかな。キリから剥がしたんだよね、盗賊の剣。お、いけるな。あ、いけるじゃん、これでだいぶ強くなる。便利便利便利。あれ、鎧はこれね、固めの鎧は無理なんかな。ちょっと連れて出かけてみよう。エアホルクの塔
ボスみたいなの、なんかあれ牛魔王みたいないたやつあ、倒した後上に行ったらどうなんだろう。行ってみよっか。お、ミニゲームになってしまった。マリーは宝の部屋を見つけた。私は宝の部屋の番人。私たちに見つからずに宝箱を開けられれば、宝は何時のものだ。またよくわかんないやつだよこれ。使うのは方向キーのみです。ブロック番人は動かすことができます。ブロック番人は動かすことができますよね。番人、番人に見つからないようにブロック番人を動かして宝を集めましょう。あ、目が合っちゃだ、見られちゃダメなんだ。難しいな。制限時間もまた超難しくないこれ番人に見つかってしまうとやり直しになります。スタート。え、私今どこ、あ、ちょっと、あ、そういうことね。見つけた。難しいな。あれ一瞬これをじゃあ見られないようにして取っていけばいいのか。これ多分全部さ取んなきゃダメなんだよね。そういうことだよな。ギャーそっかそっか。これは平気だな、これ取れる。あそこやばいな、どうしたらいいんだ。これをじゃあ見られないように、後ろ向いてるか、平気。あれどうしたらいいんだろうな。あれどうしたらいいんだ。これをじゃあ押してって、これを押してみるか。どうしたもんかね。すすすすす。あそこが見られる絶対。じゃあ、待って待って、どうしたらいいんだこれは。やばい。そっか、あそこ。いやいや、どうしたらいいんですかこれ。これを運べなかった。そっか、あいつが見てるんだ。くそ。ちょ、操作が滑るんですよね。これさ、全部さ、多分さ、開けないと手に入んないよな。ズズ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 。いやいや、これ無理だわどうやって取ったらいいんだろう。どうしたらいいんだあれ。どうしよう。いや、30秒しかない。ちょ、無理無理。あー、そうだ、あれ無理なんだ。やっちまった、やっちまった。いやー。あ、大きすぎた、奥に。奥に大きすぎたー。絶対無理。チラチラしてんだよなー。こっちからやんのかな、やっぱり。どうしたらいいんだ。あ、やべ、時間切れになっちゃったよ。え、財宝手に入れた？全部じゃなくても？何手に入れたんだろう。何、何今の何を手に入れたんだか全くわからないんですけどなんだろうな、なんだろう、わかりまへんじゃあちょっと暇なんだよな。あ、そういやあれだ、年末のまたなんかそのやつが来てたんだよね。一回はさ、あの偉そうな、なんだっけ、エンデルクか、あれ雇わなきゃいけないんかな、やっぱり。雇えるまで粘ってみようかな。せっかくちょっとスワルベ今雇い始めたけど
あっちが先な気がするな。ちょっとなんとかやってみます。はい、どうしようかな。こんにちは。ん？君がいろんな薬とかを作るって聞いたから来たんだけど。王子が来た。お家に王子が来たよ。ちょっと引かないで、マリーちゃん。実はね、お願いがあるんだ。これを作ってくれないかな。部屋から出れたんか。僕の母さんがね、最近健康にうるさくなっちゃって、いつでもいいから用意してほしいんだ。なんて優しいんだ。銀貨がちょっと分かんない、報酬が期日もないし。いいよ、作るよ、栄養剤ぐらい。いいよ。ありがとう、助かったよ。どうも僕って母さんには頭が上がらなくてね。またうろうろしてて平気なんかな。だからいつも母さんのわがままに付き合う羽目になっちゃうんだ。情けない話だけど。すごい、こんな仲良かったっけ私たち。王子様の前には妙に初対じみた話。頃合いを見てまた顔を出すよ。それじゃよろしく。ありがとう。いくらくれんだろう。ちょっと栄養剤セットして。はい、どなた。あ、王子来たかな。違った。どうしようかな。見るか。嬉しい。これでいい。プニプニのままいいもんな、いっぱいあるし。それじゃまたね。だね。はい、どなた。お、来たぞ。こんにちは。前に頼んだものなんだけど、できてるかな。できてますよ。どうしようかな。バッチリ。ありがとう。これは少ないけど、俺ぜひ受け取って。何いくらですか。また何かあったら頼みに来るかもしれないけど、その時はよろしく。それじゃ。王子も依頼に来んのか。いくらなんだろう。銀貨1000枚か、普通だな。いや、まあありがたいですけどね。あー、そうなんだ。とりあえずなんか王子も依頼しに来るようになりました。よ、俺だ。今日はどうしても頼みたいことがあるんだ。いいかな。いいけど、あれいつもの依頼かな。これなんでしょう。竜の牙が欲しいんだが、あるかな。金ならいくらでも出す。持っていたら譲ってほしい。竜の牙ってこれ何それ。ドラゴンじゃん絶対これ。そんなもの何に使うの。実はダメだ、男の約束だから話せない。何それ、どういうこと。人に頼み事しておいてそれはないんじゃない。そうだ。やっぱり話さないとダメか。分かった、話そう。しかし多分するなよ。はいはいはい。話せば長くなるが。なんだこれ。昨日のことだ。俺が何気なく町の平をぶらついてると、向こうで少年たちが喧嘩をしていたんだ。俺も子供の頃はよく喧嘩をしたものさ。男なら喧嘩の一つや二つするものだと思ってやりす通り過ぎようとしたんだが、よく見るとやられているのは一人だけじゃないか。これは喧嘩じゃなくていじめだ。理由はよくわからなかったんだが、とりあえず俺は止めに入ったのさ。少年たちは物分かりが良くてね、俺が行くとみんな去っていた。一人残った少年、名前はマイトと言うんだが、俺は彼にどうしていじめられていたのか聞いてみた。なんでもマイトの家には竜の牙があったんだそうだ。彼のひいじいちゃんが手に入れたものらしい。でマイトがそれを友達俺が、追い払った少年たちに話したら、本物を見せてみろという話になったらしいんだ。それでマイトを見せてやろうという家に戻って蔵を探してみたんだそうだ。でも見つからなかった。確かに家で家宝として蔵にずっとしまってあったらしいんだが、どうしても見つからなかったらしいんだ。ねだ、どうもそれが友達連中にもバレてしまったみたいでな、いじめられていたというわけなんだ。お前は嘘つきだってね。俺も話を聞いてしまったんでね、ここでマイトを見捨てては男が去る。俺が代わりになんとか竜の牙を見つけてきてやろうと、まあドーンと一発引き受けてしまったというわけなんだ。なんだこれな、長っ。はぁ、あ、疲れた。読めた。全然こんな焦んなくて読めたわ。長い話だったな。しかしこのイラスト何なんだ。
長かったわ。ほんと長かったよ。で、竜の牙はあるのか？ないないない、だって倒してないもん。残念だけど、持ってないの。手に入れるんなら、竜を倒すしかないんじゃない？そろそろ行ってみます。そうか、仕方ない。悪かったな。なんとかしてやりたいな、これ。もしかしたら、そのうち手に入るかもしれないし、そんな、がっかりしないでね。しかもそんなドラゴン倒さなきゃさ、手に入んないようなやつを冒険者じゃなくてこのマリーに頼みに来るってどういうことよ。期待してるぜ。お前倒しに行けよ。ハネッシュ鍛えてみる？いやもうなんかさ、キリーがさ、こんだけ強くなっちゃうとさ、他の人雇ってさ、鍛えるのがもうめんどくさくて。めんどくさくなっちゃってさ、これだってレベル99まで上がるのかなとかさ、カンストさせたいなとかなっちゃってるんだよね今。ちょっともう倒しに行ってみようかな。時の石板もう一個作って、あれすぐ作れるっけ。作れるな。何作るんだっけ。養成できる。そう、米とかあるから作れるはずだ。これを一個作って、メガフラム何個だ、あと7個あるし、メガクラフト64でしょ。で今神々のイカ槌を10個ほど作ってるんですよ。いけないかな。ちょっと行ってみようかな。なんかそんなこと言われると今ね、ぶっちゃけやることないんですよ。やっとイベント来たって感じなんで、うん、ちょっと準備をして行ってみようと思います。はい、よし、セーブしたんで、ドラゴンに挑んでみようと思います。今マルローネレベル39で、魔法攻撃もなんかカンストしそうなんですよ。多分100がカンストじゃん。だいぶ強い気がする。シアちゃんもだいぶ強い。レベル追いついたし、おー、でキリも42だしって感じです。はい、ちょっと行ってみよう。ちょっと依頼だけ見てきます。どこに行こうかな。よし、久々の行きましょう。そう、10日もかかんだった、ここ。いやー、ドキドキする。行くぞ。遠いな。最初さ、そう、もうこの辺から敵が、何かいるよ。なんかやばいの出てくるんですよ。そうそうそう、色がやばいな。あ、寝てる。撮影いっけー、うん、ボロ負けしたからね。まだ倒れないか。メガクラフト、寝ちゃうのやだな。そういう系なのかな。レベルアップしたよ。着いた。さーて、いろいろ探すわよ。あ、グラセン鉱石、あ、やった、グラセン鉱石だ。これ手に入るんだ。よし、もう一日。あれ、何も出ないよ。もう一日？来た来た来た、ドラゴンだ。あ、でもそうでもないんじゃない。倒そう倒そう、時の石板。またこれ。ずるくないから、これ多分成功法だから、これ。よし、止まった。マリーは必殺弱いかな。メガフラムの方がいいんかな、やっぱり45か。微妙な気がする。やっ、よしよしよし。視野でメガフラム使おう。マリーもこっちの方がいいかも。あ、いいねいいねいいね。攻撃やっ、いつ目覚めるか超怖い。メガフラム使おう。もうぶっちゃけドラゴンのためだから、これ使おう使おう、どん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 使おう、なくなるまで使うぞ。これいけんじゃない？よっしゃー、全然いけるじゃん、このレベルで。やばい、カリュウの牙来た。カリュウの下？あれ、どっち欲しがってたっけ。カリュウの牙だっけ。忘れちゃったけど。よっしゃー、銀貨1000枚。レベルアップしたよ。
終わり、これでもう一日行ってみるか。あ、普通のあれか。よーし、戻ろう。倒したよ、ハレッシュ。ほんとあれだな、ハレッシュ鍛えて。あ、やばい、暇そうにしてる。すげえ、めちゃめちゃ暇そうにしてる。妖精が。よ、俺だ。やっと竜の牙が手に入るんじゃないかと思ってきたんだ。どうだろう。手に入りましたよ。手に入りましたよ。はい、これでいいのかな。どうですか。お、いいのか。感謝するぜ。金は、面倒だ。全部やる。え、本当。それじゃまたな。ハレス。全財産、ハレスの全財産いくらでしょうか。あの言っちゃった。すごいな、熱い男だったんだなあいつ。3527枚しかなかった。この中途半端感いいな。いやー、ありがたい。でもハレスの有効度20アップだ。すごいすごい。めちゃめちゃ暇そうになっちゃったよ、妖精が。ちょっと。で、なんか、カリュウの舌っていうのを手に入れたよね。カリュウの舌。あ、牙をでもあげちゃったから、しょうがないんだよな、これは。カリュウ、フランプファイルの牙、こんな歯でガブッといかれたら、ひとたまりもないな。口の中に生えてる。で、カリュウの舌だ。これ何に、なんか見つかんだろうか。カリュウ、フランプファイルの舌。ちょっとかわいそうだけど、実験のためだ。許してね。これ切り落としたのかな、キリーさんが。カリュウフランプワイルの口の中に生えてる。そりゃそうだな。いやー、私なんかすごいやった感ありますね。もうだってもう やることないんだけど、マジで。どうしよう、あと2年ぐらいあるけど。どうしよう、あとイベント待ちですかね、本当に。あとなんか、そうだ、まだでも作ってないアイテムあるから、液化溶剤とかまだわかんないし。そうだそうだ、それぐらいですかね。でも、うん、はいって感じです。すごい余裕のある感じがします。はい、というわけで、今日はここまでにします。次回からまたちょっとイベント起きたら、あの動画にしていこうかなと思います。それまでちょっとレベルカンストを目指してみようかな。あと2年で上がるんだろうか。あと59とかどうなんだろう。どうなんでしょうかって感じなんですが、はい、では、ここまでにします。ご視聴ありがとうございました。